皆さんこんにちは、はるです。今日は台湾の高雄のホテル動画になります。私は今、高雄の街の中にあるハワードプラザホテルっていうところに来ています。もう今からチェックインをするんですが、すごく可愛らしいウェディングドレスがありますね。私にはあんまり関係のないことですが、今回はこちらのホテルに2泊お邪魔しようと思います。で、空港からは車で約25分で着きまして、周りがすごくレストランだったりお店だったりたくさんあって、こう、ガヤガヤ、ガチャガチャ、プップーってしてるような場所なんですね。なので、ホテル紹介もしつつ、この辺り高雄の街のご紹介もしていけたらいいなと思います。ぜひ行った気分で最後まで楽しんでください。それでは、レッツゴー。それでは早速見ていきましょう。じゃじゃん。ロビーはこんな感じになってます。すごく広いです。一人朝ごはん一つついて、はい、部屋番号は26階の4番、はい、ここでサインしてください。はい、すいません、チェックアウトは何時ですか？チェックアウトならは11時。あ、11時、わかりました。これは、はい、無料のドリンク。おお、5階のバー、はい、うん、5階のバーで、はい、わかりました。朝ごはんならは5階、もう5階、5階で、はいはい、時間はここあります。6時半から10時までわかりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんとここのホテル、地下1階と3階がショッピングモールになってるらしいです。いろんなブランドがあるけど一個も見たことないですね。全部中華系のブランドなのかな。うわ、めちゃくちゃ綺麗。え、待って、チェックインカウンターの裏カフェかもしれん。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。あ、すごい、パンが売ってる。え、美味しそう。ちょっと小腹空いたらここ来れちゃいますね。いいなあ。ケーキもたくさん売ってますよ。マカロンとかもある。1個140とか120ぐらいですね。ちょっと軽く回ってみましょうか。ああ、人は少ないもののちょこちょこお店入ってますね。いや、なくなってるお店も結構あるぞ。え、家電屋さんとか家具屋さん、あそこヘルメット屋さん、会議室、あ、多分これはあれだ、料理教室するところや。あ、スパもあるらしいです。いいな、マッサージ。まあ、3階にもショッピングモールあるってことなので見に行ってみようと思います。エレベーターの中もめちゃくちゃかっこいい。おお、わ、床もツルピカだな。あ、結構すっきりしてるぞ。目の前骨董品屋さんとかアクセサリー屋さん。でも下の階2階にもいろいろありますね。めちゃくちゃ広い。ホテルに泊まってたらここのショッピングモールもブラブラできちゃうの、めちゃくちゃいいですね。結構婦人服系が多めなんで、若い子向けではないかな。あと、まあ、レディースが多い、メンズ少なめ。もうここの下のカフェはめちゃくちゃおしゃれだな。行ってみたいな。なんか今までにないようなホテルの作りですね。見てください、なんか水晶、水晶のお店。いや、普通ホテルの中にこんなん売ってるとこないですよ。なかなかすごい綺麗。なんかお金持ちになれそう。あら、ここは多分中華料理屋さん。なんか全部見てたらキリがないぐらいたくさんありますね。ではでは、気になる私のお部屋も見に行ってみようと思います。なんか座るところがある。あ、めちゃくちゃ綺麗ですね。もうほんと高級ホテルみたい。はい、ではこちらが私のお部屋2604。ここにベルあるんや。あ、かすかに聞こえるピーン。いや、カードがこんな感じです。かわいい。ではでは、行ってみましょう。
ではでは、今日のお部屋ご紹介していきますね。すごいですよ。いきます。せーの、じゃーじゃーん。すごくないですか。外の喧騒からは考えられないほど広くて落ち着いた雰囲気です。食べまるお疲れ。いや、この外の景色なんですけど、どんな感じになってんかな。じゃーじゃん。おー、結構高いですね。高ってこんなビルたくさんあるんだ。ちょうど夕日が見えていい感じ。全部開けちゃおっかな。うわー、めっちゃいい部屋だなこれ。ここのスペースがね、広いっていうのがいいですよね。ソファーも長くていい感じです。いつも泊まるホテルとはまた違った雰囲気ですよね。え、何これ。あー、繰り出し鉛筆みたいなペンだ。ここで充電ができるんですけど、見てください、コンセント2本と一緒でいけるんですよ。めっちゃ嬉しい。テレビもついてるし、見てください、これバナナとみかんがある。めっちゃ嬉しい。すごい綺麗。後でいただきます。冷蔵庫は何も入ってない。わあ、すごい。あ、私の今日のカッサライはトンティンウーロン茶、ほう、ジャスミンティーと、UCC ってことはコーヒーだよね。なんかこうすごい選ばれて、合わせて作りましたみたいな感じなのかな。スペシャルブレンド 3-in-1 コーヒーってことは、砂糖とミルクも入ってるのかな。これもまた飲んでみようと思います。うわ、いっぱいある。あ、これは防犯とかホテルの紹介ですね。いろいろ入ってるな。こっちは何もない。おお、金庫。あ、スリッパがある。なになに。浴室内は滑りやすいため、スリッパを履いての立ち入りはご遠慮ください。了解しました。よいしょ。あ、ここにスーツケース置けるのいいな。え、水回り。ほんとなんか新築マンション、なんか分譲マンションの一角みたいなおしゃれさが出てますよね。あ、これはもしや。おお、すごい。で、アメニティは、どう分けるんだ、こうか。おお、すごい、いっぱい入ってる。まず、歯ブラシ。緑の歯ブラシと、オレンジの歯ブラシ。そして、くし。で、カミソリが2本と、何これ、シェーブクリームが2つ。と、綿棒。歯間ブラシまである。で、ヘアキャップ。ヘアキャップ。あ、2泊するからか。全部、2枚とか4つずつ入ってますね。これはなんだ？え、これはもしや。ロクシタンのボディローション。これめちゃめちゃテンション上がりますね。嬉しい。で、固形石鹸。何や、バスタオル。大、中、小、ちゃんとありますね。かわいい。めっちゃ綺麗に巻いてくれてる。ドライヤーはですね、パナソニックさんでした。嬉しい。なんかめちゃくちゃでかい。で、お手洗いはじゃじゃーん。すごい大理石チックで綺麗ですね。で、漏れなくお手洗いから浴室が見えるという、なんかね、おしゃれなホテルあるあるですよね。水回りがガラス張り。ではこちらが浴室です。うわー、嬉しい。これめっちゃ嬉しい。ではでは、お、これはなんだ、珍しい。すごく台湾っぽい。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ。おー、シャワーは1個だけですね。ではでは、恒例の水圧チェックをやっていこうと思います。こっちでするか。せーの、ほい。お、あ、水圧バッチリじゃないですか。いい感じ。パーフェクト、パーフェクト。え、これはもしや？おー、一応隠せるようにはなってる。あれ？過ぎ去っちゃった。ここまで、あ、で、こうする感じね。
あ、見てください皆さん、個室になりましたよ。素晴らしい。あ、でもここは見えちゃうの。あ、ここも鏡になってる。これ全部閉めれるんかな。おー、みんなついてきた。え、すごいですね。ここだけ何も見えんくなっちゃった。こんな設計してるホテルあるんや。いや、その反対側ですね。こちらロッカーです。ダダン。お、電気ついた。え、珍しい。体重計がある。しかも透明や。おしゃれ。そしてバスローブがこの袋の中に入ってるの珍しいですね。あ、しかもクリーニング用の袋がすごいしっかりしてる。ランドモンの紙袋みたい。あとアイロンとか、まあ、必要なものは揃ってますね。どっから開けるんだこれ。おー、なんかいっぱい出てきましたよ。すごっ。お、ちゃんと4回分入ってる。どれどれ。あ、あのお花ほじほじするやつ。で、液体が4つ、袋と試験管みたいなやつ、でキャップ、セルフテスト。あ、トリセツは、あの、3つあるんですけど、どれも日本語はないですね。英語はかろうじてあるんですけど、でもめっちゃ簡単なんですよ。この絵の通りやっていけばいいし、私も何度かもやったことがあるので、まあ、この絵を見ながらやっていこうと思います。ではまず、この液体をこの中に入れていきます。はい、OK。で、この穴が開いた台紙にこれを入れて立てます。どうしようかな。で、この綿棒を開けるんですけど、ここからピールダウンって書いてるので、ここから開けます。はい。で、ここ絶対触っちゃダメなんですよ。で、これを鼻の中に2センチ入れて5回くらいこうゆっくり、あの、なぞるですね。で、反対の穴も同じようにやって、ちょっとお見せできないからこうやります。そしてさっきの試験管の中に入れて、で、これをしっかりと混ぜた後に、下を押さえてギュッとこう、絞り取るような感じですね。で、わかります？ここにちょっと切り込みがあるんですよ。で、これをここで折ります。はい、こんな感じ。で、蓋を閉めます。で、これを袋から開けて、ここのキャップを外します。で、ここに丸い部分があると思うんですけど、ここに5滴落とします。1。2,3,4,5。で、これを15分間待って、まあ、結果を見るような感じです。陰性でありますように。で、最後に使ったものは全部これに入れて捨てるというような感じです。で、あ、ドキドキの結果発表で、だだだだだん、ここが C だったら陰性です。で、結果はじゃじゃん、陰性でした。このテンションで陽性だったらもうたまったもんじゃないですよね。ということで、まあ、しっかりと陰性だったので、今からホテルの近くのカフェとか、まあ、あの、街並みがどんな感じなのかちょっと歩いて見に行ってみようと思います。あ、よかった、陰性でも。はい、では、なんとですね、このホテルの近くにスターバックスがあるってことなので、まあ、地域限定のものが何かないかちょっと気になるんで行ってみようと思います。で、今ホテルの目の前なんですけど、見てください、ファミリーマートあるんですよ。全家って書いてる。すごい。しかも、あの、バイクがめちゃくちゃ止まってますね。あ、このマークも日本と違う。めっちゃ歩いてる。あ、入り口もなんとなく日本と違いますね。これマンションかな？ちょっとヨーロッパチックな感じしますよね。本当にこの辺りはマンションだらけって感じです。お店もたくさんあるし、住んでる人も多いようなイメージ。お、もうスタバ着いた。30秒も歩いてないけどな。いいホテルですね。立地も良くって。おー、おしゃれな雰囲気が醸し出てる。あ、見たことないのが売ってる。え、カップもめっちゃ可愛いな。いや、皆さん見てください。あの、クリスマスバージョンになってるんですけど。
めちゃくちゃ可愛くないですか？アザラシ？なんかウサギだったりとか、なんかこういうのちょっと日本と違うような気がする。このアザラシカップで550ですね。可愛い。すごい派手なやつもいっぱいある。え、これはなんだ？これ500で、クマのグラスもめっちゃ可愛いな。これ650です。え、しかもマグカップめっちゃかっこいい。あ、台湾っては書いてないけど、すごいでかくて大きいカップ。これは580で、ここはパンコーナーです。このチーズブレッド50、あの4520、200円ちょっとか。これすごい美味しそう。あとケーキ、あとサンドイッチとか。これすごくないですか？普通にご飯、なんだろう、パスタみたいな感じなのかな。ケーキもね、めちゃくちゃ種類ありますよ。この紫芋のポテトのやつとか、カヌレとかもすごい美味しそう。フォンダンショコラもある。Can I get a peppermint mocha? Okay, ice or hot? Which one do you like? Hot or ice? I like ice. Ice? Yes, ice please. Yes, okay. And the cheese bread? For here? Here, yes. Venti size. あ、これはあのギフトカードですね。星座によって柄が違うみたい。あ、すごい雑誌とかもいっぱいありますね。 L の雑誌がある。なんか屋台で作ってますね。薄いお好み焼きみたいなの作ってる。すいません、またやらかしてしまいました。早送りで撮影してしまっております。このドリンクなんですが、スタッフさんのおすすめで、こうチョコとミントがいい感じに合わさっててすっきりしててすごく美味しかったです。で、このパンもふわふわで、上にチーズクリームが乗ってるんですね。で、カットされたダイス状のチーズもゴロゴロ乗ってて、ほんわり甘くて塩気もあって、これもものすごく美味しかったです。では編集一段落したのでホテルに帰ります。では10階にフィットネスセンターとプールがあるそうなので、そこ見に行ってみようと思います。うお、すご、え、めっちゃおしゃれ。結婚式の会場に来ちゃったみたい。あ、もしかしてここ、外にもウェディングドレスあったじゃないですか。結婚式もできちゃうのかな。あ、すごい。あ、もういつでもできますよってぐらい準備されてる。あ、あそこに見えるのはきっとジム。ちょっと見に行ってみましょう。あ、ウォーターサーバーがある。こんにちは。あ、すごいこじんまりとした感じでした。じゃあ、お次、プールです。これプッシュって読むんだ。うわ、めちゃくちゃ気持ちいい。すごい、なんか芝生まで生えてますよ。え、思ったよりめっちゃおしゃれな空間だ。プール、めっちゃかわいい。座るとことかもありますね。うわー。え、もしや誰もいない？あ、誰かいるわ。台湾今11月なんですけど、全然寒くないんで最高ですね。都会のホテルでビルに囲まれながら、うわ、ジャグジー入ってる人もいる。めっちゃ羨ましい。あ、ここに座りたいな。私ここに座りたい。え、見えますか？このビル群。夕日も相まってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか？今5時過ぎぐらいなんですけど、あと30分1時間ぐらいしたらもっとこう夕焼けが見えるんじゃないかな。私ね、なんてバカなことをしてしまったんでしょう。水着を忘れてきちゃったんですよ。泳ぎたかったな。
ではお部屋に向かおうと思います。あ、プルはこう読むんだ。ラチのラ？美味しい。あの 3-in-1 って書いてたんで、コーヒープラス砂糖プラスミルクでした。甘くてすごい美味しいです。この景色と夕日見ながらコーヒーっていうのがまたいいですよね。ではちょっとお腹空いたんでいただきます。うん、美味しい。このみかんも美味しい。あのすごく身が締まっててポンパンみたいな感じなんです。こう果肉もポリポリしてるような感じ。これ美味しいな。では夕方の5時になったので、あの晩ご飯まであと1時間ということで、ちょっと編集を頑張ってこようと思います。はい、では晩ご飯を食べに4階にやってきました。今日はこちらのパールリバーっていうところで食べていこうと思います。はい、ではこちらがメニュー表になります。もうキラキラしててかわいい。でまず最初はコース料理のご案内ですね。確かにもうこうやって美味しいものをいろんなね種類食べたいです、私も。であの炒め物、まあ、こういう系だったりとか、あのちゃんと日本語訳も書いてるんですよ。すごくわかりやすい。今回はあのここのレストランのおすすめで頼みました。まあ、いろいろ食べたいので、もういろんなジャンルでお願いしてるような感じです。ではお飲み物はウーロン茶を頼みました。そして食べ物はこちらのインゲン豆とひき肉のソテーです。300元。もうどんどんやってきます。トリュフとからすみのチャーハン320元。そして、はい、ではこちら鶏肉にトナフ炒め360元。粉の炒めは酸っぱいのが特徴だそうです。ではいただきます。まずはこのウーロン茶から。最初5分煮出したんですけど、色薄めですよね。日本のウーロン茶ってもっとこう黒っぽいイメージ。うわー、優しい。なんかウーロン茶がないような、むしろ紅茶みたいな、こう柔らかい優しいふわっとした香りがします。箸でかっ。どれから食べようかな。ではこのインゲン豆からいただきます。美味しい。ニンニクとひき肉とちょっとね濃いめの味付けがすごい食欲そそります。ではこのトリュフとからすみのチャーハン、初めて食べる味だ。このチャーハン自体の味付け自体はシンプルなんですけど、このからすみの味がしっかりしてるんで、あの個性がすごくあるようなチャーハンです。では気になっているこのチキンのコナン炒め、コナンって聞いたことありますか？ではでは。このソース、このコナン炒めのソースが、あの酢豚の甘酢のソースにちょっと似てるんですよ。で鶏肉もふわふわだし、このパプリカの食感もあるし、でこれすごく美味しいです。台湾ってめちゃくちゃ美味しい。はい、またやってきました。こちら中華ベーコン入り大根餅85元。こちらがバジルシューマイ105元、アサリシューマイ105元。はい、ではこちらの大根餅、このソースをかけて食べるそうです。ではいっちゃいますか。なーらーん、何のソースだろうこれ。すんごい
すごい酸っぱかったりしないかな。あ、なんかあれっぽいですね。味噌田楽みたいな。はい、もっと美味しそうになりました。これ食べてみよう。よいしょ。おー。なんだろう。何例えたらいいんだろう。柔らかいこんにゃくみたいな。では、いただきます。なんだこれは。お餅って書いてるから甘い感じだったりするのかなと思ったら、ちゃんとおかずでした。味はあのシューマイの中のあんだけを使ってこう焼いたみたいな味がします。でもこれはちょっとあの食レポが難しい。もう大根餅っていう味なんだと思う。で、なんだろう、食感的には潰したじゃがいもにちょっと似てるのかな。でもお餅みたいなこうもっちもっちみたいな感じではないです。いや、これはちょっと実際に食べに来てもらいたい。ではバジルシューマイ、色が珍しいですよね。でもめちゃくちゃバジルの味でした。いや、次このアサリいただきます。すごいアサリ入ってる。美味しい。この大粒のアサリも美味しいし、ネタの中にもアサリの味がギュッて詰まっててね、これすごく美味しい。ちなみに先ほど あのトリュフとカラスミのチャーハンあったじゃないですか。あれなんと2年前に久石譲さんが食べて、これが一番うまいって言ったそうです。しかも久石譲さんが座ってた席、ここの裏らしいです。もうジブリといえば久石譲さんですよね。ちょっと感動しちゃいました。もうそんな偉大な方と同じものを口にする日が来るとは。はい、では最後にアーモンドとエビの揚げボール85元、広東風エビ入りネギ餅85元。何でしょうねこの組み合わせ。もう想像ができません。揚げたて？熱いかな。なんかすごいエビがいっぱい入ってる。あのスイーツじゃないのかもしれない。もう本当にあのエビゴロゴロで外パリパリで美味しくって、ご飯でもないしおやつでもないし、ちょっとしたスナックのような感じ。こちらもいただきます。お、すごい裏ごまぎっしり。エビ出現。めっちゃエビ入ってる。だいぶお腹いっぱいです。でもなんと、見てください。プリンさんと、タピオカのお菓子がやってまいりました。どうしましょう。でもあの、こういう甘いものちょっと食べたかったので、せっかくなんでいただこうと思います。では、いただきます。カスタードプリン美味しい。これ全然いけちゃう。ではこのタピオカもいただきます。タロイモのふんわりした甘さほっこり感と、この超絶ちっちゃいタピオカのあのつぶつぶ感がすごくマッチして美味しいです。これ飲めちゃいますね。ではごちそうさまでした。美味しいご飯ありがとうございます。はい、ではお風呂がたまったので、お迎えの時にいただいたこのハロウィンの、ちょっと過ぎちゃったんですけど、ハロウィンのバスボムを使おうと思います。何が出るかな。では、いってらっしゃい。お化け、黒にゃんこでした。
おはようございます。朝になりました。めちゃくちゃいい天気。では、朝ごはん行ってきまーす。では、こちらが朝ごはん会場です。すごい人だな。あ、会場、めちゃめちゃ広いです。では早速見に行ってみましょう。中華っぽいのがあったのでこちらから行きます。中華麺と小籠包、餃子炒めたようなやつとの空心菜みたいなやつで、ここら辺はウエスタンフード、かぼちゃに白いソースがかかってる。ここはシューマイコーナーですね。で、卵、目玉焼きとかオムレツはこっちで作ります。これはお粥ですね。絶対美味しいやん。お、すごい。お味噌汁もある。ここはお粥にトッピングするものかな？たくさんありますね。で、こちらサラダコーナー。で、ジュースコーナーとヨーグルト。コーヒーのコーナーもあります。ね、なんとなんと、アイスクリームはハーゲンダッツです。8種類。で、サラダコーナー。え、すごい。めちゃめちゃ細いもやしがある。あ、ヤクルト嬉しいな。ヤクルトも後でもらっていきます。で、チーズとハム。あとは、かわいいパンコーナーです。あ、珍しい。このピタゴラスイッチトースターと、このトースターもある。あの、回るのが嫌いな人はこっちですね。普通に白ご飯ある。アジアって感じするな。すごい、ピアノが勝手に動いてる。すごい。面白い。なんか幽霊が弾いてるみたいですね。はい、では本日の朝ごはんです。ではいただきます。ではサラダから。あのレタスが一枚一枚がめちゃくちゃ大きいんですよ。切って食べんと。おいしい。餃子みたいなの。いや、お味噌汁。普通にお味噌汁美味しい。お味噌汁美味しいな。ではこのお粥もいただきます。すごいもったりしてる。あ、美味しい。ほのかに出汁の味が香ってるんですよ。里芋とかあのキノコ、椎茸がたくさん入ってるんですね。あ、エビも入ってる。干しエビ。優しくて落ち着きますね。じゃあ、いろんなチーズを取ってきたので一緒に食べようと思います。こんな感じになってる。わあ。見た目に反して結構大人な味がします。ちょっと苦めなチーズでした。おいしい。溶けた。トロトロのチーズ。わ、おおお、ヨーグルトの中いろいろ入ってました。これなんだろう、いちご。おいしい、いちごだ。ホテルにヤクルトあるの嬉しいですよね。ではしっかりハーゲンダッツのアイスも取ってきました。おいしそう。これはきっとマンゴー。
味しい。キャラメルとバニラのアイスをホットコーヒーの中に入れて持ってってる人がいたんですよ。めっちゃおしゃれじゃないですか。絶対美味しいと思う。朝からハーゲンダッツなんてこんな贅沢していいのかな。ではごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。ニハオ、チェックアウトプリーズ。Thank you. Thank you. はい、では今回の動画いかがでしたか。このハワードプラザホテルは高尾の中でも立地もいいですし、お部屋も広くて綺麗だし、そして景色がものすごく綺麗でした。あと個人的にスタバも近くにありますし、むしろホテルの中にカフェも併設されてますし、あとプールもすごく可愛かったですよね。日本語が話せるスタッフさんもいたので、すごく安心してステイすることができました。もし台湾の高尾に来られる方はぜひこのハワードプラザホテルご利用してみてください。今回の動画面白かったよ、役に立ったよっていう方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。